4人の英傑たちが神獣操作の訓練に励む一方、プルアをはじめとする古代遺物の研究者たちはハイラル平原に突如出現した平原の塔の研究を進め、シーカータワーと名付けられたその塔が一基のみならず各地の地中深くに埋没していること、そして地上への出現はハイラル城内の装置によって制御されていることを明らかにする。制御装置を起動させるためにはシーカーストーンをシーカータワーに認証させる必要があると判明し、ゼルダはプルアや英傑たちと共に塔の調査へ赴こうとするが、また遺物の調査か。お父様。そのようなことにかまけている暇があるのか。それは。これは昔、お母様と一緒に出かけた時見つけた遺物です。きっと何か特別な力を秘めているのだとお母様とお話ししたのをよく覚えています。けれど結局使い道はまだ分かっていません。お父様、こういった遺物の謎を解き明かすことが厄災に抗うための、これはお前の務めではなかろう。もちろん修行を怠るつもりはありません。けれど私にできることを精一杯果たしたいのです。それを逃避に過ぎんと言うておるのだ。こたびは許す。だが分かっておろうな。で、そのシーカーなんたらっての復旧されたらどうなるんだ。我らの居所も手の内も立ちどころに暴かれてしまうそうでござる。ああ、居場所がバレちまうってのはまずいか。はっ、では打ってやる。お前たちにも働いてもらおうか。おいスパ、ガノン様からのお達しだぞ。しけえ。厄災ガノンの宿りしガーディオン、これさえあれば世界のすべてが手のひらの上。やはり解せぬ厄災ガノンの力、そうやすやすと御せるものでござるか。
塔の復旧に成功したリンクたちはプルアの指示のもと各地に出現したシーカータワーを順調に復旧させていった。だが敵も手をこまねいていたわけではない。リンクたちが最後に赴いたアッカレの塔ではイーガ団が戦力を集結させ待ち構えていた。
Hey! 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 H
Yeah.
Oh!
こうして眺めてみると壮観ですね。プルは何か分かりましたか？なるほど。へえ、これがシーカーストーンと連動してって。あのプルは、姫様、やっぱりこの塔すごい力を秘めてるみたい。このシーカータワーはもともと厄災の復活を察知するための施設らしくて、端末を通じて塔の周辺情報をシーカーストーンと共有できる。ハイラル中の地形や魔物の動きが瞬時に丸分かりってわけ。要は敵の動きを読んで戦略が立てられるってことかい？その通り。あ、ちょ、パワー。まあ説明するより試した方が早いかもね。戦いに生かさなきゃね。素晴らしい活躍だったよ。
見事なもんだね。やりましたね。素敵です。僕ちんの踊り、期待しててね。